ノーリーズン。ノーリーズンは、日本のモッ競争場、シュ馬バである。2002年のサツキ賞を制した。判定に2004年の新山記念を制した、グレートジャーニーがいる。2002年1月5日に、京都競馬場で新馬勝ちする。2戦目の500万下条件戦小武賞も勝ち、デビューから2連勝を飾った。3戦目は、サツキ賞トライアルの若葉ステークスに出走するが7着に、 敗れ、日着までに与えられるサツキ賞の優先出走権を取ることができなかった。サツキ賞の出走は、抽選待ちとなったが、7分の2の抽選をくぐり抜けて、出走が叶った。前走の大敗もあって15番人気となったが、初起場となるブレッドドイルの後期場もあり、中断から抜け出して、サツキ賞を制した。タイムは1分58秒後で成田ブライアンが、 マークしたサツキショレコードを0.5秒更新するものであった。2着にも8番人気のタイガーカフェが入り、バレンの配当は53,090円という大波乱となった。続く東京優秀日本ダービーでは谷のギムレットに続く2番人気となったが、直線の坂で伸びきれず8着に敗れた。レース後、軽い骨折が判明し、休養に入る。骨折の程度は軽く、 秋の菊花賞トライアル、神戸新聞杯で復帰し、日着に入り復活をアピールした。そして迎えた菊花賞では、神戸新聞杯を制したシンボリクリスエスが、翌週の天皇賞、秋に回った目に、本命不在となり、生涯唯一の一番人気に支持される。しかし、スタートしてゲートを出た直後につまずき、安城の竹豊が落馬して、競争中止。 同列総売り上げの48.8%に当たる約110億円分の馬券が一瞬で紙くずになり、場内がどよめきに包まれる中、菊花賞を制したのは10番人気の騎士ミラクルで、2着に16番人気のファスト立山が入った。バレンの配当は、サツキ賞を大きく上回る9 6千7 0円となり、大波乱の影の立役者となってしまった。 ジンバ共に怪我はなかったため秋シーズンを続けるが、ジャパンカップは8着、有馬記念は6着と良い成績は残せなかった。小馬となった初戦の京都記念は5着、続く、阪神対賞天は4着と掲示板に乗るのが精一杯であった。続く、天皇賞、春に向けて調整が続いていたが、浅くっ念を発症し1年半の休養を強いられる。 2004年秋の朝日チャレンジカップで復帰したが11頭立ての最下位に敗れ、レース後に再びクッキン,ンを発症したため、現役を引退し、守護場入りすることになった。2005年から優秀スタリオンステーションで種ボバ入りする。2008年からンクがデビューしたが、この年は勝ち上がったンクが1頭もいないなど成績は振るわず、 それまでに桁を確保していた種付け等数も、翌2009年はわずか2等に激減。2010年1月1日付で、用途変更となった。その後福島県南相馬市の松浦、ライディングセンターに移動し、引退名場系養展寺事業の助成を受けて、功労場として、余生を送っていた。2011年3月の東北地方太平洋、沖地震では、同センターも被災。 またその後の福島第一原子力発電所事故の影響で、同原発の半径 30km 圏内にある同センターは、自主避難対象区域となったことから、関係者は一時的に同馬を別の施設に移すことを決め、一時宇都宮大学に避難していた。その後松浦ライディングセンターに戻るも、2014年11月に、同じみ南相馬市の鹿が知らテーブルに移動している。 菊花賞でのスタート直後の落馬について、起乗していた武と余騎手が、事故のブログにて、落馬した地点から、再度乗ることができれば、レースを再開することはできるが、あまりにも、絶望的な差が開いていたので諦めたと語っている。馬を、正面から映した、パトロール映像では、ノーリーズンは、スタート直後に前のめりにつまずいており、また、武騎手も落馬した直後に、 再び起乗しようとする姿を見ることができる。なお、武器種は2008年のエリザベス女王杯で、ポルトフィーノに起乗した時もスタート直後に落馬しており、ノーリーズンの落馬と絡めて、再び揶揄されることになってしまった。また、クラシック3巻のうち、第1巻のサツキ賞を制しているにもかかわらず、3巻すべてで違う機種が起乗するという珍しいケースとなっている。これは、 サツキ賞優勝の時に騎乗していたブレット・ドイル騎手が私的なトラブルのために帰国してしまったことと同年の東京優秀を制した谷のギムレットが菊花賞に出走できないまま引退し菊花賞で竹豊騎手の騎乗する馬が亡くなってしまったことが原因であるしかしこれが菊花賞での落馬という後味の悪い結果を残す原因となってしまったサツキ賞における 単勝配当11,590円は、サツキ賞史上歴代1位の高配当で、サツキ賞史上唯一の単勝万馬券配当でもある。オスメス合わせたクラシック競争全体でも1949年に日本ダービーに優勝した立花についで、歴代2位の配当である、1984年のグレード制導入以後は、歴代1位ちなみに、クラシック競争全体における単勝万馬券。 配当は日本競馬史上この2例のみである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。